マシマシワード2020ということでね、3回目になりましたね。マシマシアワードというのはですね、今年僕が行ったお店の中から、最も印象に残ったお店を部門ごとにですね表彰していくというコーナーになってます。表彰、美味しいか美味しくないかってそういう話じゃなくてですね、これ全部美味しいんですよ。でもその中でも特に印象残っちゃったなっていうところをですね、分けてますんで、マシマシアワード2020最初の部門はですね、スープ部門です。スープ部門はですね、スープの強烈さ、スープの印象がまず強かったというお店が、振り切ってるような感じの、そうなんですよ、選ばれます。去年は、ノミネートした店舗をこう先に挙げたんだけど、先に今回受賞店舗言います。では、マシマシアワード2020スープ部門は出ますよ。お、なってんのこれ。麺屋長次郎さんです。長次郎さんはですね、ラーメン二郎、ひばりが丘駅前店のですねインスパイアということで、スープがねめちゃくちゃ乳化してるんだけど、あの醤油感がすごく強くて、ニンニクのあの香りもブワッと出てくるという、完成度の高いスープでしたね。はい。でこの他にですね、惜しくも受賞とならなかったお店をですね、ビブグルマンという形で、何ですか？あ、ビブグルマンご存知じゃないですか？ビブグルマン、ビブグルマン、聞き慣れない、魔石の若手ですか？ビブグルマン、違うミシュランガイドの星になってないけども行く価値はあるよということで掲載されているビブグルマン店というのがあるらしい。そんなんなんだ、知らなかった。惜しくも受賞しなかった店舗は全部ビブグルマンという形で紹介したい。スープ部門は2店舗ありまして、イゴッソーさん、去年の一番最後に僕が行ったお店なんですよ、マシマシアワードの後に、キワキワの店舗。なるほどね。そう、ここはあの三田本店であの修行された方が出したお店で、スープの完成度がもうあの円グラフにしたら全部マックスになるというか、そういったイゴッソーさんのスープですね、はい。あとね、マックス鈴木さんとモーメン火の豚言ってましたね、はい、あの時に食べた限定の塩ということで、モーメン火の豚本店の塩、ああ美味しかったね。ああマジで美味しかったっす。大食いチャレンジでやってる中でも、そう、あの一口目忘れらんないもん。確かにね、美味しかったからあんだけ食えたってのもあるかもしれない。あるあるある、全然ある、ね、そう、あれを限定でやってるのか今も出してるのか、調査中です。それはちょっと調査してるんですか？出たね。食べに行かないと分かんないから、その塩があの塩なのかどうかっていうのが、塩自体やってるかどうかも、あ、塩はやってる、塩はやってんのか、やってたんだ。なるほどね、イコールそれかっていう、店舗による、そうそう、しかも店舗による、店舗によるフュージョンしがちだけど、中本系のね、そう、ぜひ塩も楽しくください。なるほどですね。以上がスープ部門ということで、受賞は麺屋長次郎さんでございました。おめでとうございました。はい、さ、続いては麺部門です。麺、麺部門というのは、麺の印象がやっぱとてつもなかったというお店ですよな。マシマシアワード2020マシマシアワード2020、麺部門は、ラーメン小次郎鶴見店さんです。おめでとうございました。ラーメン小次郎鶴見店さんはですね、動画化はできてないお店なんです。なんて凝った。なるほど。閉店したラーメン二郎が今何になってるかっていう、特集やって、その中の、元鶴見二郎の跡地にできたお店ということで、紹介させていただいた店舗で、一応食べたの。めちゃくちゃ美味しかったの、麺が。本当に。街道沿いにあって、駐車場がないって点とか、駅からかなり歩くって点で、これね、今のところあの皆さん見逃してるだけじゃないかなと思ってて、 あえて歩いて行っていいお店だと思うよ、藤丸みたいに。それぐらい麺美味しかったんですよ。ゴワゴワで、ゴワゴワ、皆さんちょっとぜひ試してみてください。ビブグルマンもちょっと紹介させていきますけども、麺、ね、ビブグルマン、あ、まだ聞きられないまだちょっと、ビブグルマンですけども、幕中さんですよ。あ、知らずに行ったからこの麺出てくるんだっていう衝撃がやっぱでかかったんでね、位置的にも、あの明大生は全員行ってくださいね、日大生も全員行ってくださいね、強烈女子大生も全員
言ってください。そうっすね。あ、日本医科歯科大学、日本医科歯科大学日本医科歯科大学生ね、順天堂、順天堂大学生はもちろん言ってくださいね。橋越えてジャイアンツの選手、ジャイアンツの選手遠いな。後楽園か、後楽園から行ってほしい。バスでバスでね、横つけて選手全部キャンプインみたいな感じ。そしてもう一店舗あります。群馬県沼田市にあるビストロ屋さんの麺、はい、群馬最北の二郎系として紹介させていただいたお店なんですけど、はいはい、ストレートで極太麺という二郎系ではちょっと珍しい麺だったんですよ。んなんとこちらの店舗今は縮れ麺に改良したらしいんですね。あ、そうなんですか。そうそうそう、群馬県の北の方にですね、この丹原スキー場っていうのがあるんですね。ここに新しいお店出すらしいんですよ。あ、スキー場の中に。そう、ボーンブロスという。ボーンブロス、ボーンブロス。なんで群馬最北ではなくなりました。期間限定だ、スキー場がやってる間やるらしいんで。ああ、ということで以上が麺部門でございました。はい、ラーメン小次郎鶴見店さん、おめでとうございます。おめでとうございます。続いてはニンニク部門。ニンニク部門はですね、2店舗受賞でもいいですか。これもうちょっとね、譲れ、ま、これはもうあれるぞ。マシマシアワード2020ニンニク部門、1店舗目は、千里眼さんです。千里眼さん。そして2店舗目が、ラーメン豚山大塚店さん。あ、大塚店。まず千里眼さんね、ニンニク三昧これでもかですよ。あ、なるほど、ね、今年はウルー年だったわけですわ。今年そうだったか、はいはいはい、今年ウルー年です。デフォルトニンニクでしょ、ガーリックソースでしょ、ガリマヨでしょ、揚げニンニク入ってて、ニンニクピクルスも入ってるという、5、6種類入ってるわけですよ。これ世界にこれ以上ニンニク使う料理あるんかい。いろんなニンニクがね。そう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 、オールスター。これなんか譲れなかったかな。なるほど。そして豚山大塚店さんですよ。ニンニク三昧とマジでね、攻撃力同じなの。マジ一種で、一種で最高、一種で、一種で最高、一種でマジですげんだ。だからもうダブル受賞にしたんですよ。なるほどね。これ納得の受賞かもしれないですよね。やっぱり食べたものから言わせたら、私冷やし食べたんですよね。気絶したと思った本当に。赤星が食ってるの見てたんだけど、汗が吹き出てるのちゃんと見えたね。もちろん他のトッピングも全部美味しいんでね、我こそはという方はね、残さずに食べてくださいね。なるほどね。はい、ということで、豚山大塚店さんと、千里眼さんニンニク部門受賞でございました。おめでとうございました。わー。続いてなんですが、豚部門です。豚部門、ブイ豚部門はですね、ファーストインパクトを大事にしようということで、一番最初に思った店舗を選ばせていただきました。マシマシアワード2020豚部門は、麺屋どんぶらこさん。どんぶらこさん、麺屋どんぶらこさんね、去年の12月25日から、はい、今年の12月、今まあ24日かクリスマスイブに何やってんのこの1年間の一番最初のお店なんですよ。一番最初に出会った豚にもう決めたとなったんですよね。どんぶらこさんは元お好み焼き屋店の犬気なんですよ。で、鉄板で豚焼いてくれるんですよ。なるほどね。なるほどなるほど。あ、ずっと豚が熱いわけですよ。中心部分まで熱いのってもうこのどんぶらこさんだけだなと思って。なるほど。見た目も楽しいし、どんどん食欲も上がってくれるということで、もうどんぶらこさん、1位でございました。はい、その他の豚ビブグルマンがですね、もうめちゃくちゃ候補があって、いろんな豚と出会ったんでまず一つ目がですね、豚そばココトンさんという、なんと1週間のうち土曜日の6時から8時までしかやらないという、たった2時間、今3時間になったのかな。あ、ちょっとコロナの影響の前なんで、そこはよく調べてください。すみません、本当にこんな一回のがドンドンと入ってて、シンプルにそうでかくて印象が強かったかなっていう。塊みたいな。まあそうだね、本当に。そして次が極肉麺大志さんの豚、青森県八戸市です。ほう。元ドデンで働いてた店長さんですね。さんね、あのローストポークとゴワゴワ豚のミックスで、上からバーナーでブワーって目の前でやってくれて、カリカリっとしたところを食べられるというのはね、これまたお楽しみに。肉汁ラーメンキミさん、一本豚がドサッと乗ったお店ですよ。あ、知ってます？あの
マシマシ TV で見たんで一本が全部ギュチでずっとこう美味しかったんで、キミさんビジュアルというとラーメン豚島さんね、お肉のバルをやってて、もともとその後ラーメンを出したんで、もう肉の質がめっちゃ高いなるほどですね。そして麺どころ本田さんですよ。言葉いるかなぐらいの。いや、わかんないです。わかんないです。結構今まで解説してくれたから。いやいや、分厚さすごかったっすよね。アムアムワールドさんといった。俺、全部言ってねえな。いやいや、序盤、だって忙しかったから。俺、全部言ってねえ。俺なんか意外と共感できる話はあったんだけど、あったね、今のところ実は視聴者こっちだったじゃないパーカー買いました。あ、本当だ。ちょっと見てるんでオーナーの方も分厚く切れよっていう風にね、言ってる、それぐらいでかいのがドンドンと乗るんでね、はいはい、5店舗が豚車でございました、うん、はい、豚部門はメイヤドンブラコさんでした。しゃーさあ続いてはマシマシ部門、お野菜のマシマシ度とか、ニンニクのマシマシ度、それから無料コールだけではなくトッピングの量とかも全部マシマシで、考えてインパクトのお店に当てるんですね、はい、マシマシワード2020マシマシ部門は自家製麺まさきさん。東京都昭島市のお店ですね、はいはい、でまず僕は全部マシマシにしたらね、もう器が二重できたんですよ、うん、溢れちゃって溢れちゃって、はいはい、なるほど、てっぺんからね、うん、黒マー油がね、あーそうだ、ボハーっていけるんだよね、うん、あのインパクトはやっぱ香ばしさっていうのをプラスされたマシマシ度が結構良かったですね、うん、なるほど、バランスのいいマシマシだったかなというのがちょっと今回事情の理由でございますね。なるほど、マシマシビブグルマンのですね、麺屋久志さんをまずね挙げたい。久志さん4、5、6月の自粛期間が終わって最初に行ったお店なんですよ。あの時の我慢の一杯、うん、あれは良かった結構個人的ですけどね。まあそうですね、茅場町かどっかの、日本橋茅場町店内もおしゃれでね、おしゃれなんです、うん、そうなんです。でもマシマシがすごいです。マシマシがすごいです、はい、高野目川口店さんですね、奈良岡ニコチャンネルと、はいはいはい、3人でこう行ったところですね、はい、これはいかつかったね。標高がすごい、標高すごいから、うちら川口にいたから、うん、引っ越した後にまた凱旋するっていうその個人的な思い入れもさあということで以上でマシマシ部門2020受賞は、自家製麺まさきさんでございました。よいしょ、続いて、あ、来ましたよ、おうち麺部門。お持ち帰りした麺とか取り寄せた麺、ウーバーイーツなどで頼んだ麺、その中でもですね最も印象に、残ったお店、マジムシアワード2020おうち麺部門は、ラーメン二郎小岩店さんです。ここで本家が来ましたよ、直径が、まあ、直接行かなきゃいけないんだけどもちろん、うんうん、小岩店さんも自粛営業をずっとされてて、うん、麺と、うん、スープ豚、うん、まあ、ちょっと油も入ってるやつ、これをセットに店頭販売してたんだけど、うん、一応その時はネット予約しなきゃ買えなかったの、うん、予約して買って家で作ったんだけどね、うん、あのスープをね、うん、コップに入れて飲んだんだよね。なんでだ。美味しかったんだよね。なんでだ。もちろん推奨されてるわけじゃないでしょ。推奨じゃないですけど。なんでだ。なんでだよ。これやるしかないだろうと思って、ね。なんでだ。こうやって飲んだらね。誰も言ってないでしょ。誰も言ってない。うん、やるしかないなと思って。ふざけんなよ。コップもそんなために生まれたわけじゃないんだよ。スープやっぱカップスープで飲むからね、やっぱね。ロッキー超えただろ完全にこれ。生卵。皆さんもやってみてください。やめろ本当に。そのスープ多めにもらえるんで、はいはい、後ほどまた別の麺入れて食べたりしてね、あれは至福の時でした本当。なるほど。他の店舗ビブグルマンもあったんですけど、うん、直系の持ち帰りには勝てなかったかなと。ということでビブグルマン G3 浦安さんですね。食ったやっとこんなでっかいやつだよね。豚が3つあげましたね。もしかしたらそのうちなんか宅麺的な専門じゃなくなるかもしれないという、移動販売とかなんかそういったことをいろいろ考えてらっしゃる可能性があります、丸山製麺さんですよ。製麺所から直接麺が来る。あった、うん、あの新鮮な麺は忘れられないですね。そのまま麺だけでいきましたから、まずやっぱ素材の味を生かす。そしてホルモンすずさんも面白かった。ホルモンすず焼肉屋さんなのにラーメン二郎系の宅配を始めたという、これは良かったね。肉がさすが炭火のあのおろしてあっちで焼いてるだけあるね。東京の西でやってるだけありますよ。そしてね、アムアムワールドさんですわ。あれ店舗でもなんでもない。
食べたいと思ったらどうすればいいの。チャンネルが、チャンネルが紹介されます。これはもうおばさんに、おばさんがね、あ、そうだ、おばじろう、あ、食べましたね、すごかったよ、確かにうまかった、うまかったですね、麺まで作ってんのよあの人。アナワールドでその様子上がってますんで、ね、ぜひともそちらもチェックしてほしいね。もしかしたらね、あの注文したら作ってくるかも。ぜひともチェックしてほしいということで、はい、ということでおうち麺部門の総合優勝はラーメン二郎小岩店さんでございました。さあ続いてはですね、そば、はい、部門です。もうラーメンじゃなくても受賞できる。ああもう私が堪能をやってから2ヶ月間食べた蕎麦屋さんの中で一番美味しかった部門だけを選んでいるというところですね、はい、ビブグルマンちょっとありません、少なかったんで。そうですね、マシマシアウト2020蕎麦部門は、港屋スリー。あったね、港屋スリーさん、メルセデスベンツの敷地。あ、いや、 やっぱそのまず立地の面白さ、そして非日常的な、うん、気持ちを味わえるという点ではまず面白いのと、あの伝説の港屋さんの DNA を受け継ぐお店ということで、うん、ラー油がまあ僕は少なめにしたんだけど効いてて、肉も抜いてるんだけど、温かい肉そばというのを食べれるんでね、ジャンクな感じはしましたよ。なるほどね、うん、港屋スリーさん受賞おめでとうございます。さあ、なんと残すところあと2つです。お、続いては新人賞です。新人賞はですね、もうシンプルです、うん、新しくできたお店ですね。この1年でできたお店どうですか。そう、この1年でできたお店、マシマシアワード2020新人賞は、ラーメンジャンクスさんでした。やったね、はい、ラーメンジャンクスさん、栃木のお店です。あのあれですよ、うん、とんでもなく建物がでかい工場みたいなでかさの、なんだインディージョーンズじゃないけど、なんかそう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 、インディージョーンズ、岩石落ちてくる。本当アトラクションみたいな、入り口トロッコの跡みたいな、うん、はい、で全室個室です。この入りからびっくりしたね。あ、そうだね、巨大な看板、家族連れももちろんいいし、小さいお子さんも安心して行けるという、また同じになっちゃうけど非日常的な感じとかアトラクションに来たみたいな感じでジローを食べられるのが、なるほど、とても良かったです。新人賞ラーメンジャンクさんでございました。で惜しくもビブグルマンになったですね、うん、俺ねちょっと迷ったんだよね、うん、あの鶴屋さん、鶴屋さん、あ、鶴屋さんね、鶴屋さんね、すげえうまいんだよね、うん、オープンしたのが12月15日だったんだよね、去年の、去年、うん、そう、でも取り上げたのは今年の、うん、あの1年間の間だったんだよ、うん、はい、で美味しいが僕も 4回も行ってんだよね。4回行ってめちゃめちゃ行ってるじゃん。で豚が超うまいからね、うん、鶴屋さん、うん、ぜひとも、上板橋です、上板橋なんで、うん、あとね成り上がれさんね、すごいの、豚、うん、ほぐしと、うん、あと上にマヨがかけてくれたりして、うん、ジャンク中のジャンクなんですけど、うん、これもね十条なんですよ。おー、うちの近くに新人がもういっぱい、新人がいっぱいですよ。暑いね、暑いですよ。あとアイアンメンさんね、これ十条です。あ、だよね、また十条です。近所だな、牛の二郎系です。牛の、牛の二郎系アイアンメンさんね。マサヤ渋谷店さんも行きました。無限大の近くにある具がないやつだっけ。そうですそうです、賭けなんだけど、コロナで休業か閉店かどっちかになっちゃって今やってないんですよ。あ、はい、うちでの小槌さんだよね、ラーメンリックさんの、元従業員の方が新しく開いた共同のお店ですね、うん、あと麺屋上板さんですよ、家系のね、そうラーメン屋さんが出してる二郎系ということでね、はいはい、上板さんも面白い店舗でしたね、うん、もうちょっとあるんだけど新人賞はこの中からラーメンジャンクスさんだろう。なるほど、ございました、ありがとうございました。さあというわけで続いては総合優勝です。全何店舗ですか。約70ぐらいだと思います。ちょっとテロップの後でバンと出します。まあまあまあ、これです。分の1、うん、の1の店舗の中の優勝ということでね、ではちょっと早速発表させていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、マシマシアワード2020総合優勝は、自家製ラーメン大茶さんでした。この自家製ラーメン大茶さん群馬県にあるんですよ、高崎です。麺部門の優勝でもあるんだけど、ゴワゴワすぎてですね、ボソボソという、ゴワゴワすぎてボソボソ、ボソボソ、ゴワゴワとかじゃない、ここのお店以外であのボソボソ
な感じの麺はもう食べられない。細細だって水分がね全然ない感じなのよ。ちょっと見返してみてほしいんだけど、ザキさんアフレコしてないんですよ。世話は言ってるんだけど、ボソボソに関してやっぱり疑問を持ったアフレコをしてる。あ、やっぱそうなんだ。そうだけど納得の言葉が返ってきてるのやっぱり。確かに確かにみたいな。で実はこのボソボソにちょっとだけ近いかなと思ったのが、先ほど麺部門で優勝した小次郎鶴見店さんなんだよね。どっちかっていうと大蛇っぽいなって思ったのがそこだったんですよ。なのでね、麺部門が今年は熱かったかな。トッピング聞かれるときに、ニンニク入れますかじゃなくて、トッピングっていう風に本当に本当に本当トッピングじゃなくて、違う違う、トッピングって、どんどんどん本当ですもん、マジで。もう1年ぐらい経ってるから記憶が曖昧になってない。違うしかも天使さんはちょっと怖いグラサンかけてて、うん、オールバックン、はい、トッピング声変わったね。なんで、ね、本当なの野菜っていう最初だけ最初だけ全部マシマシで、はい、あ戻る。トッピングって言われても臆することなく、臆することなくすぐ言って、すぐ言ってください、うん、ただ量は本当にすごいんで、あーそうなんだ、ね、そこは覚悟して残さないように食べてくださいね、うん、自分に合った量をね、うん、そうです。ということでね、今年の総合優勝は自家製ラーメン大蛇さんでございました。お、終わりだ。さあ、うん、ね、1年間が終わりましたが、今後どうしていくかというのをちょっとだけ言いたいですけども、群馬県のねお店が優勝しました。群馬にはですねまた遠征行かなきゃいけないんですよ。赤城というお店があるんです。これがね、ちょっと移転して新しくなって大きくなったんで、あんなことも行きます。行きます。行きます。行ってんすか。行きます。行きます。そこじゃないんですよ。みんな気になってたの。今後どうするか。あーね、確かに。食えんのかこいつ。ちょっと一個もう通り過ぎちゃった。通り過ぎてるね。すいません。だから今俺らを連れてくのは、はい、ただ単にみんなで食うのか、俺らに食ってもらうのかっていう。食べますよ。大丈夫だ。この声の張りならいけるでしょ。この声じゃないんですか。関係ないな、それ。まだちょっと刺すような痛みはありますか。怖いな、怖いこと言ってんな。ちょっとだけ、ね、刺すような痛みしたことないんだ。ちょっとだけありますけど。ということでね、私の体と群馬県どうなるんでしょうかね。怖いこと言ってんな。まだまだ赤星マシマシ TV 来年もよろしくお願いいたします。ということでバイバーイ、ありがとうね。Thank you.